今紹介するには非常に熱しいタイプですけど、物の作りとしては最高なんで、すごい。これもツイードです。今だったら多分ハリスツイードとかがちゃんと入るんでしょうけど、当時はね、ナイキの規約なのかわかんないですけど、あのシュプリームではスティーシーダーですら名前が入れれなかったので、ただこれに関してもやっぱりローがあるんですけど、ローはベラボーに高いです。ああ、そうなんだ。はい。同時期に出てるんですけど。あ、これはね。はい。もうコレクションアイテム的なやつ。はい。じゃ本当に。でも、ショップの人が俺の好みを分かってるので、あの、ボスさん用に持ってきたんですけど、どうですかって言われたら買わざるを得ないよね。うん、なるほどね。でも、しかも安かったんですよ、俺も。そんなに高くなかった。あ、そう、そんなにはもうさっきから微妙すぎる金額だけどね、言っても。いや、世間の反応からしたら高いですけど、多分好きな人からしたら安い。その、価格に安いと思う。なるほどね。その、一般市場価格にしたらね。程度も考慮しても。うん。まあ、綺麗だもんね、どれもね。はい。基本デッドに近い。ねえ、ほとんど。中古なんで。うんうんうん。履いてあるような、ないようなって感じなんだよね。履き地はすらついてないのが大多数。俺が履いたもんでちょっとね、履き地はついたりしてますけど。すげえ、でもこうやったりするともうすでになんかこう SB のイメージと違うもんね、なんかね、全然。だ昔はこれが俺の中では SB なんですよ。ああ、もう元々のね。こういう変わりも。変わり種、ね。なるほどね。変わり種じゃなければノーマルのダンクでいいでしょ。あ、まあ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 。そうだ、俺は持ってたのは、うん、ティファニーブルーの箱なのよ。だからこの辺とかもちろん見たことがないから、自分自身は。そうだね。うん。お、インソール書いてある。ああ、そう。履き心地追求するのに、普段はね、インソール使わないんで。あ、他のも？他のも基本は外してます。なんで、ナイキの履き心地を信用してない。いや、悪い。そんなのエアも効かないし、当時もんだから。そんな失礼な。いや、結構多いっすよ。やっぱ長時間とかね、遊びに行こうと思うとない、あんまり言いたくないですけど、履く靴じゃないので。あれ？そんなこと言っちもよ、ナイキこんなに買ってるのに。待って、ファッションでしか買ってないっすよ。これがエア？そうです。信用できねえ。あ、こっちについてんだ。そう。だからも、ベースは元の普通のダンクですからね。うんうんうん。で、まあ、その、そこの、インソールに、くっついてると。くっつけるというので出した感じですよね。カモフラってことだ。カモフラとスウェードの。そう。まあ、これは普通に使いやすそうだね。そう、これはね、完全に俺の普段のイメージで。うん。やたらばきになりそうな。出番が一番多そうだ。多かろうっていう。カーゴパンツ好きだしっていう。ノリ的には使いやすさ。で、進めてくれた一足ですね。うん。探してきました。あ、これ、これ、もっと古いんだよね。これでね、2012年ですね。だからあのさっきまでの箱の1個前かな。まあ、ああ、そっか。さっき14年とかだったもんね。うん、そっか。まあ、タグも、あ、でも、これ SB って入ってて、これ入らないのね。そう、古いのになってくると入ってたり入ってなかったり。ってことだね。あとね、ちょっと特殊。まあ、デザイン上入ってない。入ってないとか。この辺のね、うん、やつが。うん、でもっと古くなると入ってないです。最初のうちはナイキ SB っていうジャンルがなかったので。ああ、そもそもはね。うん、一番立ち上がりは、ね。ダンクの派生型っていう。はいはい、なるほど、なるほど。で、この3足が同じ箱のやつがあるから。今、ローだと結構ね、そのぐらいの年代のが取引量が多いのかなっていう、通称青箱っていうやつ。あ、これ。はい。年代的にってこと？そうですね。もうね、これより古い、まあ後から出てくるピンクとかゴールドとかになっちゃうと、もうとんでもない価格帯になっちゃうので、ローカットだと、はい、うわわわわ、これまたっぽい色だな。はい、もう夏用です。ガンダムみたいな色だけど、それね、ちなみに言うとパックマンってやつなんです。パックマンのハイですね。それもローあるんですけど。パックマンなのこれ。そう、パックマンってさ、うん、覚えてるかわかんないけど、黄色に青に本体が、あの食べるのが黄色だったでしょ。イメージしてる。本当かどうかわかんないね。丸っこいのがだって黄色じゃん。まあ、これもスケートブロ、あのブランドのやつ。わかった。敵のお化けみたいのが青かったりしてたから。あ、そう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 。多分そういうイメージ。うねうねしてるやつ。まあそこからオマージュしてるだけなんで。うんうん、別にパックマンモデルってわけじゃない。わけじゃない。うわぁ、これ結構で、素材的には怖えなぁ。これ結構怖くない？履いた？
はいだよ。あ、マジ？これは。あ、それ割れるやつです。あの、昔よく使ってたやつです。あの、ね、この音出てきますけど。ここの、この素材やばそうだよね。かの有名なあの、チェリーダンクと同じです。あ、そうなの？はい、この素材？その素材です。これやばいよね。え、汚れは落ちないし、割れるし。ね、剥がれちゃいそうだもんね。怖っ、これやだ。今となっては何だったのかわからない。このヌバックというか、塗装というか。うん、うん、うん。まあ、この、質の悪い合皮っていう感じの、うん、なんか表面に膜あってるもんな。そう。だからまあわざとその樹脂というかあれでコーティングして食いつかせるみたいな感じのやつが一時期流行ったんですよね。これはちょっと怖い。触るのやだ。で、この辺も高い？ね、ローはすげえ高いです。まあ、ハイも、なり？結構しますけど、まあ、そもそも見つかんないですよ、あんまり。ああ、玉だね。はい。これでちなみに2009年モデルですね。ああ、それはもうね、だって15年前？そうなんですよ。もう単純に経年劣化としてあれだもんね。そう、普通この状態で残ってないんですよ。で、また出てきたけど、金色のやつ。どんだけ金買うね。金シリーズね、全部集めたくなるんですけど、あともう1、2種類あるかな。知ってる限り。ああ、存在してるの。はい。これはエリック・コストンというプロライダーモデルですね。あ、これも。はい。へぇー。で、これは、インソール見てもらうとわかるんだけど、うん、タイの、あの、金の仏像、うん、をイメージしてるんですよね。映るかな？映んねえかな、さすがに。見ないね。そうなんだ。そう、これはね、タイをモチーフに、タイの寺院をモチーフにしてるので。その神々しさ？はい。すごい。このシューキーパーもなんかすごいな。それ100均じゃないかな。こんな、嘘だ。だって、プリント入ってるもん。あ、ごめん、それは嘘だ。俺が買ったやつだ。ちゃんとしてるやつでしょ。そう、どっか。スニーカー用って感じ。そうそうそう。ただね、その、あの、バネ圧が強いやつね、変形する可能性が、俺足でかいから、そんなに圧かかんないんですけど、うん、多分小さい人だと、変形するとかって言われてるんで、割と敬遠されがちですよね。全然大丈夫そうだけどな、これだったら。うん、28.5 以上の人だったら別に問題ないんじゃない？なるほど。これやっぱあれだな、このスウォッシュに縁がついてるのが嫌いなんだな、俺は。ああ。これとかこれとかがあんまり好きじゃない。多分デザイン上。でもな、あれ、SB じゃないけど、バンダルって、ついてるよ。縁ついてるよね。うん、ボリバリついてる。あ、そうだね。まあ、色があれなのかな、このきつい。上のテープから何から全部あれ縁取りじゃん。いや、まあだけどほら、これ、配色、うん、そうだ。ポイントカラーが入ってるからダメなのかな。この縁に。そう。なんとなく。それが苦手なのかもしれない。で、ここがラストか。そう。で、急にシンプルなの来た。これも普及の名作なんです、実は。ローカットは。あ、これ。はい。レッドデビルって言うんですけど。ああ。ローカットはもう買えません。あ、そう。はい。その程度の良さでローカットだったら手が出ません。ので、ハイでいいや。うん。ハイのが好きだし。で、これはまたスウェードでね。そうなんです。非常に、めちゃめちゃシンプルだな、こいつだけ。はい。本来はこういうのなんですよ。ああ。もともとのコンセプト的には。スウェード側に変えてるだけ。ああ、そういうことね。はい。え、これハイカットも高いの？これは。でもね、これはすげえ安かったです。あ、そう。はい。でもさ、本当にこの辺でも半年、の間に手元に来てるんだよね、ほとんどきっとね。まあそうだね、一応。まあ探すぎで探したってもんだよね。うん、ちょっとずつ探して。で、出会った都度買ってるってことだよね。そうだよね。値段とバランスがいいなと思ったタイミングで、あと、まあその、売れたタイミングとかと。いやでもなんかそう、やっぱ素材的にはやっぱりさすがにもう十数年経ってるからさ、はい、結構さっきみたいに怖いのもあるから、うん、本当に探してる人、その辺気をつけた方がいいよね。買うにしてもさ。履く、ね、取っとくだけじゃいいかもしれんかも。一番怖いのが、そのオンラインで二次流通サイトなり、うん、オークションなり、うん、フリマサイトなりで買うと、実はっていうのは結構。あるよね、もうこの年代じゃね。だからまあそこを覚悟で買って、僕は一つ提案としては、まあオリジナルの風味は消えちゃうけど、まあリペアしても別にいいんじゃないっていう。ああ、ソールとか？うん。特にソールは張り替えれるので、全、うん、面でも部分でも。これもソール割れる？
あまりにも上、あの、保管状態が悪ければ硬くなっちゃいますね。うん、じゃあ割れるか。うん。まあでも普通に温湿度管理と、まあ、一般の家庭で紫外線を当てないっていうのが一番重要なんで、箱に収納した状態で通気性さえ良ければカビも生えないし。比較的持つと。個人的にはそんなにガチガチになんか超絶温湿度管理してるかって言われるとそうでもないので、うん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 、まあ一番は履いて適度に履いてあげる、うん、まあね。これどれが一番お気に入りなの？一番言ってこのハイカットの一個だけ。一個だけ時期によるんだよな。あ、まあいやいや、それも含めデザイン的なもので、じゃあ。ああ、デザインで言ったらレッドデビルかな。あ、やっぱこれなんだ。うん。やっぱ赤ずき的にはそれかな。これこれで。そうそう、だからその変わり種はもちろん好きだけど、うん、通年使いやすさとか自分のファッション考えちゃうと、まあ、イメージカラーもあるし。うん、まあ、履く靴としたらね。そう。うん。デザイン的に言ったら、その、夏だったらパックマンだし、うん、冬だったらツイードだし、っていう風に選んでる。これはタキシード着るときしか使えない。それはね、だからあの、なんで、あともう一個、ハイをおすすめしてる理由が、うん、まあ、好き嫌いは分かれると思うんですけど、うん、夏場、まあ日本クソ暑いじゃないですか。まあね。ショートパンツ履きたいじゃないですか。うん、それにローカットだと、結構ね、難しいと個人的には思ってるんですよ。うん、ローカットに短パン。うん、まあ、靴下選びも重要なんだよね。そうなんですよ、うんうん。子供感が出やすいというか、やっぱちょっと丈感とかも難しくなってくると思ってるんで、うん、足元にボンってイメージちょっと置いてあげると、個人的にはいいんじゃなかろうかっていう。うん、まあバランスは取りやすいよね。まあもともとね、バスケ選手だってハーパンにバッシュでハイカットで、まあまあまあ、スタートは。まあそれをイメージしてもらえると、ハイも使い道、よくね、夏場ハイなんか暑くて履けないよって言うんですけど、うん、まあ個人的には靴履いてるみんな一緒、それが嫌だったらサンダル履いてくださいっていう。だから俺はサンダルなの。うん、知ってる。だから僕は硬くなに夏でも。で、やっぱ車乗るんで、あんまりサンダル好きじゃないっていうのは、散歩も行くんで、基本は靴なんで。わかるんですけどね。なんとなく暑いイメージもあるし、暑いっていうのはわかるんですけど、まあそういったワンポイントにハイカットを、で、こういった配色があるし、ローよりは お買い得。うんうんうん。そのね。手に取りやすい。例えばこのさっき言ったこの辺も、同じレッドデビュー。とても手に入らないような値段だけど、まあまあなんとかハイカットだったら。極端なこと言うと、10分の1ぐらいで買えるんで。あ、そのぐらい違う。まあ年代は全然違うんで、あれですけど。あ、そうかそうか。なるほどね。そう、割とハイで復刻してるものとかも多いんで。ああ、色だけね。そうです、うん、なるほど、なるほど。だからそこにあんまりこだわりを、まあもちろんね、人気があるから、で、ローを選ぶのも全然ありだと思うし、予算が許す方はそれもありなんですけど、まあちょっと高くて諦めてるんだったら、同じ配色でハイもありじゃないっていう。うん。で、今だったらハイは狙い目ですよっていう。そう、だからなんかこう、もうコレクション要素があるじゃん、こういうものって。うん、だから、そういうものって結局世の流れに合わせれば高いわけで、その集め方としては。そうなんだ。で、やっぱりその、際を狙っていくというか、隙間狙っていかないと物を買うのって、うん、でもなかなかね、そう。そう。人と同じものを追っかけてても、ただただ高いだけで、そうそう。やっぱ自分の価値観で、その物選びっていうのは重要だよね、やっぱね。まあそれは新品の靴も言えることだし。まあまあそうね。ね、今売れない、売れにくくなっちゃったから履かないんじゃなくて、売れない時だからこそ、自分が好きだと思ったら履けば別にいいんじゃないかなっていう。そうそう。まあその根本っていうかね、に戻るというか、まあいいんじゃないですかね。世で人気がある靴がいい靴とは限らないので、自分に似合う似合わないももちろんあるし。いいのよ、自分が好き。良ければ。そう。自己満の世界なので、自分の好きなものを、っていう中で僕はハイが。なるほど。世間からあんまり評価はされてないけど。布教していこうと。ここから、ハイを布教するぞと。はい。で、今だったらまだ狙い目。ただこれも、どっかで気づかれちゃったりとかすると、どっかで気づかれちゃったりとかするので。ああ、そうそうそう。まあ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 。それは言えてる。まあ、もしね、興味が。高くなってる話しちゃって、また安い方買えば。そうそう。まあ、それが繰り返しですからね。そうそうそう。そうそう気分とね。気分とね、うん、自分のファッションも変わるので。ちょっと、参考にその本を写させてよ。うん、それは、もう前の本？これね、かなり前。これね、結構、あの、スニーカーショップとかでも。置いてあるところ。置いてありますね。ボスは今これを参考にしてるらしいんで。これね、でももうね、廃盤になっちゃってるね。うん、20年なんだ、発行自体は。そう。ね。
でも、まあじゃあどっかで、興味ある人は探してもらって。アマゾンで。探すかね。うん、あの、中古みたいなので、うんうん。まあ集めるのには参考になるもんね。そう。あの、見るのにね、うん。まあ全部は全部網羅してるわけじゃないけど、うんうん、ある程度の年代とかの、まあ、あの、整合性は取れるので。なるほどね。結構眺めてると面白いです。ノーマルの団子も出てたりするんで。ということで。はい。今回とりあえず、ハイカットの SB と。久しぶりの長尺で、ちょっと語ってみました。はい。はい、またちょっと次回以降まだ SB 続くんで、はい、第2、第3弾となります、はい、ぜひチャンネル登録とかお願いできたらなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。